皆さんこんにちは、ピチです。今回は4月のセットアップをやっていきたいと思います。よろしければ皆さんの手帳タイムや作業のお供にしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。早速始めていきます。はい、よいしょ。ですね、トゥードゥ、月末やりたいトゥードゥ、はい、こちらです。まずはほぼ日からやっていきたいと思います。ハイライト、月のハイライトですね、3月のハイライトを書き出して、あと体調管理、体調記録の振り返りをやっていきたいと思います。はい、ではでは、ほぼ日、よいしょ、開いておきますかね、さっきのトゥードゥのとこ。ここですね。はい、ほぼ日は、よいしょ、ちょっとね、あらかじめここに3月のハイライトをちょこちょこっとメモしておきました。で、これを今からここに書き出していこうかなと思います。せっかくなので、そうだ、ミモフレさんからいただいたこのフェリスのブルーコットンキャンディっていうね、この色を使ってよいしょ、書いていこうかなと思います。これを開けた時にここ破っちゃって、開けづらいっていう風に言ってたら、コメントでですね、この端から定規を入れて開けると開けやすいですよっていうね、アドバイスをいただきましたので、やってみました。開けやすい教えてくださりありがとうございます。よし、ちょっとね、淡い薄めのインクなんですけど、まあ、春らしいですからね、春らしい色味なので、せっかくですし使わせていただこうと思います。はい、まず3月3日、3月3日に、そう、ちょっとね遅くなっちゃったんですけど、2月生まれの甥っ子、バスデー会と、あとはひな祭り、会を、甥っ子めいっ子ちゃんたちと一緒にやりました。はい、で次が3月の10日、詰めて書こうかな、10日にミネラルマルシェに行ってきました。ミネラルマルシェね、すごい綺麗な鉱石たちに癒されてきました。それから3月の16日に、友達と横浜でお茶をしてきました。はい、それから3月17日次の日にまたおいめいちゃんたち と、 チビーズたちとでいいかな、チビーズたちとプレジャーフォレストに行ってきました。プレジャーフォレスト、はい、で3月の24日にぬか床をスタートさせました。
はい。で、3月31日最終日にはですね、ケンタ君と、ケンタ君と、春探しの散歩に行ってきました。春探しの散歩、いつもは20分ぐらいのお散歩なんですけど、この日はすっごい暑いぐらいにお天気が良かったので、1時間コースの散歩をしてきて、桜がちらほら咲いていたので、桜とか、そうですね、なんかソメイヨシノはまだ咲いてなかったんですけど、なんか違う種類の桜がちらほら咲いてたので、あの名前とそのなんだ、その桜の名前と桜の写真とかを撮ってきました。でまだ現像できてないんですけど、それを現像したらまたほぼ日に貼りたいなと思っております。よいしょ。でシンプルに、シンプルめなんですけど、こんな感じでね、あの今回は特にデコとかしたりせず、もしその現像した写真がちょっと余ったら、貼るスペースがこのほぼ日に貼ろうとは思ってるんですけど、余ったら、あの写真が余ったらここにね、ちょっと貼って後デコしたいと思います。フェリスのブルーコットンキャンディーの色はこんな感じです。すごいね、可愛い色です。はい、ありがとうございます。ということで、ほぼ日が描き終わりましたね。で次が、あ、ハイライトですねが描き終わって、次がじゃーん、体調管理。ここは書いてない方がいい、あのなんていうんですか、ページなのでね、嬉しいですね。1日しか体調悪い日がなかったみたいです。12日、それ以外は至って健康だったみたいなので、よいしょ、はい。3月はえー、健康的に、健康にかな、健康に過ごせて、よいしょ、よかった。はい。はい、体調管理おしまいです。ではでは、これでほぼ日が終わりましたね。で次が、SNS のマンスリー集計、なるほど、やりましょう。3月はどんなだったんだろう、できたのかな、わりかし更新できたのかな、止まっちゃったのかな、よいしょ、これは iPad で確認しながらスタンプをしていきたいと思います。よいしょ、使うスタンプが、イルミリーのフリクションスタンプですね、のこれとこれと、あとは普通のフリクションスタンプ。
で、まずはじゃあ動画からいきますか。動画がと3月14で止まってんな。14、13、7、6、5、4、3って感じか。で、どれがどれだったっけ？あ、これがライブか。ライブがこの間30日にやったのかな。30日にやって、27日にやってで、ちょっとねこれは非公開になっちゃってるんですけど、23日にも YouTube ライブをやりました。それから11日にもやって6日の日にやってますね。んで、これは3月1日ついてますね。はい、ショート上げてないんじゃない？上げたっけ？上げてるか。1個だけ上げてますね。ショートは3月22日に上げてます。はい。こんな感じですかね。あとここでも上げてんな。3月の5日。あ、これ押してあるね。はい、こんな感じで。どうなんだろう。先月と比べてできてるかな。ちょっとね、後半部分が、3月の後半部分を更新を止めてしまったので、結局どっこいどっこいかな。これが動画、これがショート、ライブ。動画、1、2、3、4、5、6、7、7つ。ショートが1、2本。で、ライブが1、2、3、4、5、6。6。はい。どうだ？あ、動画の本数は変わらず。で、ショートがマイナス1。で、ライブがプラス2ですね。なるほど。平均今、ずっとあれなのかな。だいたい動画7とか、5、7、4だから、7、7とかだから、だいたい平均6本ですかね。6本ぐらい月に上げてるって感じなんですね。なるほど。もうちょい頑張っていきたいぞ。で、SNS マンスリーが終わりました、集計。次は、ピュアライフダイアリーの振り替えですね。振り替え。と、来月のセットアップですね。はい。ですね、3月は、はい。ちょっとね、先ほど、今月3月の分はゆっくり振り返りをしたいなと思ったので、前もって書いてあります。はい、書きましたよっていう報告だけになってしまうんですけど、一応3月の感性のテーマは実質でリラックスして過ごすだったんですが、実際やってできたかどうかみたいなのをちょっとここのね隣のページに書いてあるんですけど、ここですね。ピントが合わない？合ってます？大丈夫かな。ちょっとね、画像のが画面の揺れが激しかったら申し訳ないです。振り返り、実質にいることは少なかったんですが、
音楽、好きな音楽を聴いてリラックスすることはできました。はい、で分かったことがあって、なんか BGM を流しておくと、まあ、あの穏やか、心が穏やかになったりやる気が出たり、したので、心が穏やかになったりやる気が出たり、心穏やかに過ごすにはちょっとね、私にとって音楽も大切なんだなと思ったんですよね。で分かったことなので、これを一応線を引っ張っておきます。でこれからは、まあ、音楽も日常にね取り入れていきたいなっていうことを書きました。でいつも通り良かったことには黄色のマーカーを引っ張りまして、で感謝したことにはピンク、はい。で今月感じた変化と、さらに深めたいと思ったこと、新たに取り組みたいと思ったことも書き出しましたね。あと今月印象に残った出来事や気持ちっていうのも書いてみました。で、次はですね、この4月のまた感性のテーマとピン、やりたいことですね、やりたいこと、それから手放すことなんかを書いていきたいなと思います。はい、よいしょ。ここはあの比較的見る、よく見返すページなので、見返した時にテンションを上げたいのでやるぞっていうね、手帳タイム楽しむぞみたいな、ちょっとやる気にしたいので、可愛くね今月もここのページはデコしていきたいと思います。よいしょ。どの女の子にしようかな。あ、これもいいけど、これもいいな。やっぱ春って言ったらトレンチコートですよねって言って、トレンチコートなんかもう何年も着てないんですけど、なんか春っていうとトレンチコートなイメージがすごくあります。そうね、トレンチコートにしようかな。よいしょ。トレンチコートと、トレンチコートよいしょ。それからどこに貼ろうかな、またここに貼ろうかな、こっちに貼る、どこに貼る、ここがいいか。で、下にあとは何貼りたいかな。桜のシールももう使い切っちゃいたいので、このよいしょ、この桜にしようかな。あとはこれですね、ミモフレさんからいただいたね、あの貼るシールも貼らせていただこうかなと思いますね。よし、ではでは貼っていきましょう。Thank you.
んな感じでデコしてみました。春っぽさちょっとは出ましたかね。これがねちょっと余っちゃったんだよな。どうしようかな、散らすかね。あんまり残しといてもあれだからね。よいしょ。さんと、はいはい、完成です。で次はですね、あそうだ、これ書いていきたいんだったんだ。まだ次はですねじゃなかったな。感性のテーマはそうだな、今月はね、夜の読書時間を大切にする、読書時間を楽しむ、で一応ね、アロマだったり好きな BGM をかけたりとかしながらリラックスした時間を少しでも取りたいなと思います。で次ピュアライフピン、やりたいことですね。やりたいことはパン作りと、それからガーデニング、あとは動画作り、あとはねライブを楽しみたいですね。ライブを楽しむ。手放すことはそうだな、人の目を気にしすぎること、しすぎること、あとはなんだろう、機嫌を伺うじゃないですけど顔色を伺うか、顔色を伺うことを手放したいなと思いますね。はい、こんな感じで4月は過ごしていきたいと思います。このピュアライフダイアリーに関しては感性、心を、心にフォーカスしてこのやりたいこととかっていうのを書き出すような感じですね。あとはまあ、自分のなりたい、そのなりたい自分っていうか理想像に、自分の理想像に少しでも近づけられるような目標というかに向けてのトゥードゥーと、あとは心にフォーカスしたトゥードゥーなんかを書き出しています。はい、終わりましたかね。そうですね、はい。で次は6、で次はミニ6のリフィル入れ替え再時期ページ、情報ページを作っていこうと思います。まず入れ替えですね、入れ替え、歳時記ページと歳時記ページ、歳時記ページ、よいしょ、歳時記ページと
あとはここは4月分の入れなきゃですね。4月分のマンスリー、このマンスリーはどこのだ、レイメイさんから出てるフリーマンスリーブロックですね。はい、あの自分で日付を書き込んでいくタイプのものを使っています。これを一つでしょう。で、先月比といろいろ見比べたいので3月のは抜かないままにしとこうと思いますね。それからこれお小遣い帳か、お小遣い帳も1枚足す。あ、これ、あ、ここにも入ってる。これも4月分入れる。で、こっちは？こっちは、あ、いいんだ。ご飯の記録なんですけど、よいしょ。よいしょ。そう、ご飯の記録なんですが、よいしょ。この3月、4月、あの4月と詰めて書いてるので、これはねこのままギリギリ、4月末まで持つので入れないです。それからこれですね、ここを入れ替えるんだね。このデイリーページ、デイリーページとして使っている、よいしょ、アシュフォードの曜日なしデイリーダイアリーですね、を入れ替えてきます。これが4月1日分、はい、はい、入れました。これですね、これに追加します。はい、出来上がりました。歳時記ページに使うリフィルはこちらもまたアシュフォードさんの、今度はフリーデイリーメモっていうやつですね、を使っていきます。これなんだっけ？あ、これ縫い、あ、これ入れてないじゃん。これ入れなきゃいけないやつで。どこからどこから？ここから。4月の歳時記ですね、書いていきます。4月は卯月、卯月、4で、暮らしがまず暮らし、お花見、あ、お花見したい、そうだ、お花見したかったんだよ。お花見、新学期、入社式、あ、入社会って書いちゃった
入学式、ゴールデンウィークの準備、端午の節句の準備、それから母の日のプレゼント選び。確かにあれですよね、もう母の日のカーネーションのポスターとかちらほらスーパーとか行くと貼ってあったりしますよね。確かにそうだ。 あとはいちご狩りとか山菜採りガーデニングとかってまあ書いてありますね。で、次ですね、花ちょっと詰めて書こうかな。花、花はうわーたくさんだ、たくさんなのでちょっとあのかいつまもっかな。うん、かいつまも、椿、桜、シクラメン、かすみ草、それからすみれ、山吹、チューリップ、アマリリス、ツツジ、パンジー、ハナミズキもそうなんだ、へー。あとはちょっと書かないですけど、木蓮、サクラソウ、カタクリ、一輪草、浦島草、熊谷草、座禅草、一人静かとかあるみたいですよ。いろんなのがあるな。なんか暇な時ここら辺調べてみるのも楽しそうですね。これちょっと待ってよ。食材が意外と余りそうだから、こんなスペース取らなそうだから、あれかな、かけるかな。でもあとまあ2つくらいは取るか。一輪草と一人静かってちょっと気になるので、じゃあメモしときましょう。あとは座禅草とかね、どんなのなんだろう。座禅そう、はい、こんな感じで書きました。で、野菜ですね、野菜。ここからはどうしようかな。野菜、はい、うど、たけのこ、キャベツ、からしな、さやえんどう、春菊、ほうれんそう、ふき、わらび、まいたけ、グリーンピース、まいたけ、グリーン、グリーンピース、グリーンピース。はい。で、そうですね、ちょっとかぶるところがあるので、かけるとこはちょっと写しちゃう。
関節痛腰痛しびれ痛みにいいぞということで、で、ウドもあったよね。あ、ウドは書いたじゃん。で、タケノコあった。疲れの解消、疲れの解消とお腹すっきりで、ほうれん草、血液の量を増やす、血液の量を増やす、あとはキャベツ、胃腸の改善、胃腸の改善で、春菊、寝つきの悪い時、寝つきの悪い時と咳、胃腸、貧血だよね、はい、貧血、貧血にもいいということでね。で、あとはないかな。ということで、今月分で新たに調べるのはからしな、さやえんどう、ふきわらびということで、今から調べたいと思います。このあ、はい、これはからしなは花粉症の方にいいんじゃないでしょうか。鼻づまりや鼻水、耳の閉塞感の緩和のほか、痰の切れを良くすることが期待できますだそうです。すごい。薬で抑えるのももちろんなんですが、あ、間違えちゃった、ちょっといや、あの食事からもね、そういうの取れたらいいですよね。緩和できるもの、耳の閉塞感、はい、あとは痰ですね。次、さやえんどう、胃腸を整え元気を補う食材です。胃腸を整え元気を補う、あとは嘔吐、ゲップ、下痢、母乳が出にくい時にもなんか効能がいいみたいですよ。薬膳的効能、はい。次、ふき、解毒と、これなんだ、あ、はい、あれですね、咳が出るときや喉や扁桃腺の痛みなどに適応します。じゃあ風邪ひいたときに吹きっていいのかな。解毒、咳、喉、線の痛みと。次、わらびですね。むくみや下痢などにいいとされています。なるほどね。あ、むとくがくっついちゃったむくみ、はい、はい、書き終わりました。次は、あ、まだあった。舞茸とグリーンピース、
舞茸とグリーンピース、内臓の働きを高め元気にしてくれるんだそうです。内臓の働き、あ、また働くと気が一緒になっちゃった。なんか字を合体させちゃうんですよね。働きアップと、それからグリーンピース、グリーンピースはむくみや関節痛のほか食欲不振、嘔吐、下痢などの胃腸症状にも、改善、胃腸症状の改善にも効果が期待されるということで、むくみ、関節痛、食欲不振、嘔吐、あ、間違えた、嘔吐、下痢と、はいはい、でこれで終わって次が魚、魚介ですね、魚介と果物、いちご、果物はね、いちごまんまでしたね。で魚介がハマグリ、サワラ、アジ、サヨリ、ニシン、タチウオ、マダイ、トビウオ、ヒラメ、先にちょっと果物書いちゃいます。果物はいちごでね、書いてあるので、解毒喉の渇き、解毒喉の渇きと、でヒラメはこの間ね、前回調べても出てこなくて分からなかったので飛ばしてあるんですよ。そう、飛ばしてあるのが結構あるので、まずね、まあ自力で調べられなかったものはまあそれはそれでということで、貧血、お腹を温める、ハマグリ、しこりを散らす、サワラ、疲れやすい、疲れ、息切れ、めまい、しびれ、月経異常、はい、ですね。あとはアジ調べますかね。アジは認知症の予防や白内障の予防、アンチエイジングの効果が期待できると言われています。アジ、アンチエイジング、あとはサヨリ、ちょっとね、サヨリの薬膳は出てこないですね、効能がね。あとはタチウオ、タチウオは免疫力アップ、老化防止だそうですよ。あとは肝臓病の治療補助とも書かれてますね。
タチウオが免疫力アップ老化防止で、マダイは食欲不振やむくみ、足腰のだるさの改善につながるんだそうです。食欲不振、むくみ、足腰のだるさと、はい、あとはトビウオ、ちょっとトビウオもこれといって見つけれなさそうなので飛ばします。はい、ということでヒラメも書いてないということで、今回ネット検索にかけてパッと簡単に調べられるのは、以上の食材となります。はい、あくまで私調べですので、参考程度にしていただけたらなと、聞いていただけたらなと思います。はい、薬膳ページ4月分出来上がりました。これを挟んでいこうと思います。よいしょ。ということで、できたかな？このリフィル入れ替え歳時記ページまでできました。次情報ページですね。情報ページは作りたいですね。久しぶりに、いつもは月末のこのセットアップ出すときにあれなんですよね、前の月にやってるので、その例えば4月のセットアップを3月に撮って上げてたので、4月の情報がまだ出てなかったりしてたんですよ、調べても。なんですけど今4月のセットアップを4月1日に撮ってるということで、もうね4月の情報とかいろいろ出てくれてると思います。なので、4月の情報をね集めていきたいなと思いますね。まず4月じゃない、市のホームページをちょこっと覗きに行きますか。なんかイベントたくさんありますね。桜のね、なんか桜一緒に見に行きませんかっていうイベントとかね、そういうのが結構あったりしますね。とりあえず書かなくていいかな、今月のやつはね。特にこれといって心惹かれるものはなしでしたね。次、これは書いておきたい。図書館情報ですね。まあ、もしなんか気が向いて追記したいとかね、書き足したいっていうことがあった時に書けるようにスペースは少し作っておこうと思います。で、図書館ね、図書館の情報は4月1日、8日、15、22の月曜日が休みと。休み。それから4月25、木曜日と4月30の火曜日が休みですね。休館日。はい。
で、カフェ新作予告とか出てるかな。まだですね。スタバとかタリーズまだっぽいので、ここも開けておきます。で、次スーパーはこれはたくさん書きたいんだよな。まずイオン、パスタが248円、それからいいなと思うのあるかな。あ、洗濯槽クリーナー、洗濯槽クリーナーが178円。248円。今月のいいなと思うのはこれぐらいかな。まあ、あとジャム類が90円、税込みで97円。あとはジャムで、90円。それからもう一個のスーパーを調べます。母がいつも飲む、うちに来ると飲むワインが、もう一つの方の店、どうしようかな、こうにしといて、ワインが428円になってんな。これを買っといてあげようかな。うわ、4月3日半額だ。あのお肉が、豚肉。わ、これいいな。一応メモしとくか。と4月の3日、豚肉半額。あ、いちごも安いな。いちご398円。本当に今一瞬本当に動画撮ってるの忘れて、普通にいつもの手帳タイムをやってましたけどいつもはこんな感じで、うわこれ安い、これいいじゃんみたいな感じでね、あのメモしたりしてますちょっと恥ずかしい。はい。で、あとはその他とかですかね。あとはまあよく行くお店の、あの休館日とかあったら書いたりするんですけど、今月は多分行かないんじゃないかなっていうふうに思うので、とりあえずそれよりも安い食材とかがあったらメモしておきたい欄にしたいので、月間のねマンスリーページは、まあ、ちょっとまだ全然余白はあるんですけど、4月今月にどんどん書いていきたいというページにしたいと思います。はい、これで全て書き上がったのではないでしょうか。ある程度セットアップ終わったのではないでしょうか。もう一度最後に確認をしたいと思います。はい、広告チェックやりました。あ、これ週末にやりたいことだった。まあでもやりました。で、情報ページもやりました。歳時記やりました。リフィル入れ替えました。振り返りしました。集計しました。ハイライト書きましたということで、はい、無事4月の
セットアップが終わりました。よいしょ。今月もだいぶ長い動画になってしまったんですけれども、楽しんでいただけていたら嬉しいです。今月も穏やかにいきましょう。ということで、最後までご視聴してくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。ピチでした。バイバーイ。